はい、はい、じゃ今回は、大倉バージョンの、大倉なんだっけ、何でやってるの、ミキティバージョンじゃないだいぶ雰囲気変わっちゃう。だいぶ雰囲気変わっちゃう。もうお年も年になってきたから、ミキティハテナみたいになってきてるんですよ、自分の中でね。なるほどね。葛藤が今心から、ね、出ましたけど。今なんかやっぱ指圧あんまとかを勉強してるので、まあ、無事になんとか2年生になりました、ね、まあ、3年ね行ったところでねテスト受かんないとね資格取れませんからね、そうでやってって、やっぱり最初の初歩的なところから悩みながら、ほらみんな施術進化するじゃん、まあ、整体とかリラクゼーションセラピストもそうだね、そう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 、で私ってなんかもともと習った先生って、まあ、いっぱい覚えられないからっていうのもあるのか、まっすぐ押すのだけを最初教えてくれた、あとさするっていうのを教えてくれて、でその後に押した後揺するっていう押し充熱をね、今思うとね習ったんだけど、それ以外を知らないから全体的に痛い施術になるんですよ。あ、だね、点の施術ばっかりだから。そうそう、あと、まあ、手のひらで押すぐらいは習ったけど、背中のところに関しては、細かく習ってない分、ただひらだけで押してでも、ポイント分かってないとぼやついたなんか感じになっちゃうじゃないですか、はいはいはい、そうそう、だから結構手技が足りないなっていう、あ、足りないから幅を広げたいよね、の中で最近これはすごい便利だなって思うのが、手根とか手のひらの充熱、おー、あ、俺もよくやる、声、あれ気持ちいいって言うよね、そうそう、うん、でもうさ、神がかってできちゃうとさあれなんだけど最初はねっていう、そうそうそう、最初はねこういう風にやっていくとちゃんとできるよっていうのを、まあちょっと手技増やしたい方の役に立てたらなと思ってやっていこうと思います。わかりました。はい、じゃあやっていきましょう。レッツゴー。これ、まあタオルね、なんかこうかけてると、まあよりやりやすいんだけど、体がちょっと見えづらくなっちゃうので、このままやっていこうと。真上の映ってます、大丈夫、映ってね、そうそうそう、あ、また痛い、あ、少し、うん、腰ってさ、もう本当に日々結構痛いんだね。そう、あのね、トレーニングして良くなっても、それはね根本の改善じゃないんですよ。固めちゃってんの、筋肉で痛さを、うんうんうん、だから痛みが鈍痛になるだけで、筋肉が落ちてくるとまた痛くなる、うん、でもね、的確にね歪み戻すやり方ってあるんだけど、それがなるとしばらく大丈夫だったりする。あ、そうか、そうか、このビキッとはならないんでね、たら半面ずつやっていくのがすごいやりやすいと思うから、はい、まず腰の尾底骨から上の仙骨のところから、うん、ここから始めると、ほら前さ、ほら、うん、あれやったじゃん、ここの仙骨剥がしだっけ、はいはいはい、そう、仙骨剥がしみたいなやつ、まあ、ただここ角度によってはもしかしたら最初やるときやりづらいと思うんだけど、うんうん、今私こうやって踏み込んでやってると思うんですよね。踏み込んで、踏み込んでこうやって充熱をこのままやってない、こうやって、はいはいはい、はい、うん、これなんでかというと、私たち腰痛めちゃうので、自分の体重を船越えてるみたいにこう逃がしながら、ああ、なるほど、動いてる、そうで、この入った時に圧が入るから、うん、そうで、その前の時も動かしてるんだけど、あ、なるほどね、でももちろんこの時だけやってもいいんだけど、うん、止めてこうやると素人っぽいマッサージになっちゃうじゃん、うん、あ、なるほど、そうだから動かしながら圧をなるほど、うん、かけるっていうのをやっていくと、この踏み込んだ時に、まあ、体重がない人でも多少は入るかなっていう、うん、あ、なんか基本っぽくていいね、そうでしょ、なんかこうね、あんまみんな忘れちゃってるところかもしれない、そうそうそう、手で押しちゃってる人が多いから、ね、うん、俺も手で本来ね、習ったやつとかだと、うん、やっぱり術種施術してる手の側の足を出すっていう風に習うんだけど、ベッドに向かってこっちだった場合にこういう風になっちゃうと、うん、例えば自分の体の向きも入んなくなるし、じゃあこっちでやるって言われたら、うん、まあ、できなくはないんですけど、切りつき剥がす意味では私はこっちに剥がしたい、うん、そう、だっておかしかった今の反対で、そうでしょ、なんだろうね、うん、そうそうって考えると、こうで、まあ痛いって言われたらもうちょっと倒したりとかするべきなんだろうけど、うん、少し立て気味で圧、うん、まああまりかけすぎずやっていけば、まあ立ててもそこまで痛くないかなっていう、ゴリゴリってちょっと中で言ってる感じ、うん、やっぱこれ基本だし気持ちいいよね、やっぱりね、うんうん、そう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 、それでも切りつきの上ちゃんと捉えてるってことが重要だよね、うんうん、あ、そうね、うんうん、でちょっと親指側の側面に倒してみたりとか、逆にねこうやって
反対側に手刀でね、うん、剥がしてったりとか。でもこっち側から反対側はやらないの、うんうん、まあできるとは思うけど、ねうんね、どっちでもできると思う、うん、このままね。ね動く、うん、自分が行かなくて。そうね、だから今日みたいにうちがさたまたまさあの他の施術でベッド寄せてたんで、うん、あっちはもうちょっとこの体勢取りながらやるのは難しいんですよね、うん、本来ね。そしたらもう反対側から全部やっちゃった方がね、うん、いいよね、うん、まあその時にこっちをこう回したんだから、うん、反対に回してほしいよね、うん、なんでこっち来んだよねどういうことやねんってなっちゃうんで剥がれないよね、内回りっていうか、うん、逆時計回りだと。そうそうそうね、うん、時計回りだと剥がれる、うんうん、やってて気持ちいいよね、うん、あのポリポリ音鳴ってそうそうわざとさせるんだよね、少し、うんうん、こうポリコリコリコリっていう、うんうんうんね、やっぱあの昔教えてくれたあの剥がす、うんうんうん、4指でこうやって剥がすのはすごいやっぱ使えるよね。使えるね。ただまあもちろんこういう主義がありつつの、うん、あの母子の、うんうんうん、あの圧迫もあると思うけど、うんうんうん、私はやっぱ母子ってすごい多分最初にあの基礎で教えられると母子ばっかやって、うんうん、最初指がそうできてないのに痛くなっちゃうってやるから、これもね多分皆さん痛いと思うんだけど、うん、私豚の手って呼んでるやつ、あ、はいはい、そうそうそう、まあ自死と中死とか言うみたいだけど、うん、ここでね、でこれも学校で習うときに、うん、あの立てないで倒して習うんですよね、うん、そう倒してこうやって習うんですよ、うん、でもさ圧全然違くなっちゃうじゃん、うん、そう私はこっちの方が自分がかけやすいし、うんうん、ベタッとさせないから点できてる感じだよ、そう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 、だからこう、うん、こっちの気持ちいい意味のあるね、うん、圧全然気持ちいいこっちの、そうそうと思って私はこのように少しアレンジをしてます。豚の手いいよね、前から言ってるけどね、そうそうそう、これ大事で、これはやっぱりよくあるのがね、上にこうビヨーンって伸びてずっちゃう人いるよね、いるよね、うん、そうだからちゃんと筋肉に対して垂直に当ててってっていうイメージを集中しながらですよね。でもね、脊椎がちょっと斜めになってるから斜めに行くって理屈もちょっと分かるは分かるんだけどね。だからボキって鳴らしたい人だったら、ああそうかもしれない、うん、そうそう、でもボキって鳴らすやつはさ、あなんかさこういうのでできるじゃん、うん、そうだからこれでやる必要がまあ なってもいいんだけど、うん、だからこの施術の気持ちよさの一貫性を持たせるんだったら、うん、ずらない方がお客さんは気持ちいいかなと、ずらないわけ、うんうん、圧倒的、そう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 、膀胱系ないね膀胱系ですよ、まあでもどうなんだろう、これさ私最初さやった時、うん、結構疲れるなと思ったんだけど、慣れたらさこんなのさずっとできるじゃん、そうそう、ずっとできるようになるよね、そう、女性向けでもあるよねこれは、女性向けセラピスト、うんうん、私はもうとにかくこう重心を変えてることが自分の腰の逃がしなんで、まあ、なるほどね、うん、でもこれさ少しこういう風にやってるさ温まんない、温まるね、うん、そうそう、でまあねこのままね、まあ、肋骨ね、ただここの冬骨のところって後ろのところでだいたいピッて切れてるわけじゃないですか、うん、このあたりだけ一応ね、避けてね、避けてね、まあ、俺たち聞いたことないけどね今のところ、まあ、俺も聞いたことないよね、ただ本当に強くやりすぎて肋骨どっか響いちゃったとか、うん、あまあね、うん、私肋軟骨の響だったり聞いたことあるんだけど、うん、それだって、ね、そうなんかレントゲンにはちゃんと映ってないらしいの、うん、そうだからなんか本当はなんか説明できてない、あなるほど、ね、うん、そういうことばっかりだね、うん、そうだね、誰が悪いのみたいなね、冬骨浮いてるからってなんかしなるじゃん多分、そうね、だから逆にね、そんな簡単に交通事故でドーンってぶつかんない限りは折れないと思うんだけど、ね、でもまあこっそ故障、こっそ故障、なんだ、こっそ少々そう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 の人は危ないから気をつけてね、うん、骨自体が脆いからね、まあでも上に例えば床施術だったとしても、うんうん、あのなんかこうやってまたぐのとかも、うん、なんか多分先生によってはダメって、あそうそう、また人をまたいじゃダメって教わったあるね、うん、ああそうかそうか、うん、ただまたいだ方が圧張りやすいよね、あそう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 、私はまたぎます、なんかこれお母さんの気持ちいい方がいいもんだって、そうこれでこうやって、まあ、馬乗りになったりとか、うん、こうやる人時々いるじゃん、いるね、いるでしょ、あれ信じらんなくない、信じらんないというか、うん、あの変な話お股くっついてんじゃん、そうありなの、あれありなのってダメなしだよね、なしだと思うんだけど、うん、私もだから絶対片足で当たんないように、うん、動いても当たらないね、いるよね、そういえば、うん、そう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 、いや、ま、多分ドキッとした人いると思う、あそうあ私あお客さん確かに触れてます、ね、ま、もしかしたらね先生がそれでいいよって言ったかもしれないけど、足って、うん、あの例えばこうやって倒したりとか、うん、あのその当たんないような方法で、うん、こうやって立てるだけだともしかしたら身長によっては当たっちゃうから、うん、そしたらこう 寝せて、うん、あの
なんでかというと施術するときって倒れるわけじゃん、うん、だ少し倒せば当たらないとか、ね、いろいろ方法があるはずなんで、ね、動いても、ね、いろいろあるね、そう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 、工夫してね、うん、絶対当たんない方がいいですよ、大人を言うね、うん、当ててみて、もう一回当ててある部分、だからあそういう感じだよね、うん、そういう感じでやってほしいよね、なんか違うサービスじゃない、あそう、あそえだからさ、じゃあ これこ こういうのでもさ、あそれだったらなんかでしょ、なんか違う施術っぽいでしょ、うんうんうん、挟んでもあの挟んで骨盤を締めて、そう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 だけどこれも面白い感じでさ、ずっとはいらなくない、いらない、そうそうそう、まあちょっとでいいよねそうそうそう、もう飽きたまっちゃってね、そう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 、はい、こんな感じ、はい、いやいいね、いいね、うん、多分あの、うん、体重のかけ方とかめっちゃみんな勉強になったと思う、うんうんうん、自分が動くというのあんまり意識してない俺も、あの踏み込む時にさ、うん、あの例えば足ベタ付けでこういう風に今映ってない、下足しか、足でいいの、足でいいの、うん、そう足でこうやって踏み込む時にさ、うんうん、こうやるでしょ、うん、の時に私ねよく教えるのはつま先こうやって上げて後ろに下がるんですよ、この体重移動って自分のいいストレッチと運動になるんですよ、そうそうそう、あ自分でもちょっと、ね、筋トレしてるようなね、そう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 、うん、あのただこうやるんじゃなくてあのつま先引いてあげるっていうのをもし腰とか痛い人いたらちょっとやってみてほしい、ああしたら自分でアキレス腱も動かしてるし、あのふくらはぎも動かしてるし、そうそうそう、だって理にかなってるかもね、そう、うん、施術をさだけ仕事してる人ってさあんまり遠く出たり歩いたりしないじゃん、そうだよね、そう、もういろいろ大会してっちゃうから、山行きましょう、山出た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 最近よく言われる出たって、ね、出たみんなで集まってる場合の山の話になると出たもういいよ山の話山の話だって聞きたくない人本当に聞きたくないみたいな、あそうへ、うん、いや行ってはみたいんだけどね、うんうん、でもまあ足腰大事ですからね、山でもいいし、ね、まあ、あの山だと思ってベッドの横でこうやって踏んでみてください、あ、ね、それだけでも違うと思うよ、うんうん、意識するだけでね、うん、で意識するだけで違うこといっぱいあるじゃん、ウォーキングだって歩くのもそうじゃない、うん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 、ちゃんとこうステップ使って歩けば全部使うんだけど、ベタ足なのよ意外と、意識してないと、ね、使ってないのよこうやって、うんうんうん、だからお客さんにもよく言う、あの、うん、ちょっと硬すぎる人はちゃんと歩き方こうなってないですよっつって、うんうん、こうやって一緒に意識するだけでも筋肉ちょっと緩んでくるんでとか言いながら、うん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 、いいですね、ちょっとあの、ね、初心に戻って、うん、あのそうですね、主義やってみたんで、またちょっとそういう、はい、あの私結構今もあのマンツーで教えてる方もいるけど、うん、未経験でやってる方を教えることも結構多いので、そうそう、だからまあちょっと思い出してあのいろいろ、私未経験で教えたことまだ一度もない、私未経験ばっか、あそうなんだそ そうでもなんかだからそのみんながつまずいちゃうポイントとかも一応よく見てきてる、なるほど、うん、俺全然わかんないかも、で多分未経験の人に限らずあるあるはまず手順を教えるじゃないですか、ほんで、まあ、練習してきてねって言って練習してきてる人もいるし、もともと賢いのがしっかり同じ手順と指の角度で覚えられる人もいるけど、うん、なんか自分バージョンにアレンジしてくる人すごいいるの、ダメ、まあ、でも未経験に限らずいない、なんか私こう教えたのにちょっと違う教え方してくるみたいな、あそれが伝わってなかったのかな、じゃあな、うん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 、でも俺教わってた時はもうね、うん、もう一言一句逃がさないように先生の話真剣に、そうだよね、で次来る時はその今日やったことをやるんでしっかり練習してきてねって1週間後に行くような感じだったんだけど、やっぱしっかり練習してから先生のもう押し方とか気にしながら、そこまでの気合が入ってないのかな、うん、そうかもね、なんかちょっと楽しそうっていうノリがあるのかな、もしかしたら、そうだね、うん、そうそうそう、まあそうね、そんな感じですね、そんなのをねちょっとまたお伝えしていこうと思うので、はい、ぜひまたこれ知りたいとかそういうのもちょっと聞いてほしいな、なんかコメントとかでもしいただけたら、あそうですね、うん、なんかなんかマニアックな面白いのとか言ってくれると、ああそれいいじゃんってなる、ね、あそうねそうねそう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 、鼻くそほじりと意味が分かんない、鼻炎を治そうみたいなないそんなんないけど、耳鼻科行ってくださいいや本当だよねなんだろうね、なんか面白いのあればいいよ、ね、そうそうそう、例えばなんかこう横向きのね施術とかね、そういうのはあのそうだね、うんうん、あるかもしれない、うん、私だって全く習わない状態であの横向き教わりたいって先生に言ったら、うつ伏せが横になったまんま想像して押してくださいって言われて、それ取ろうよ、じゃあ行こう、あそうだね、次次から行こう、はい、じゃあそんな感じでまた見てください、はい、またね、またね。